銭湯だな。ぴったりですね。気持ちいい。なんか文句ある？ないですね。何もないです。何も言ってない。なんか言いたそうだなと。いやいや。なぜかなっていうのはありますけど。俺毎日こうだぞ、ここで。コロナが怖いんだよ、もう。そのあ、ソーシャルディスタンスなんですね、それ。そうそうだよ。それでいつもコロナ洗い流してる。俺が一番我が家では安心。今日午前中暑かったな、お前。無駄がないですね、そのスペース。笑いたけは笑っていいんだよ。いや、全然。本当に。文句あったら、もうないです、ないです。いいんだから、お前。ゆきさん、オリンピック見てました？ああ、もう終わったじゃん。はい。チャンネルひどいのが全部オリンピックばっかりだ。どうしても目に入るし。なんか印象に残ったのとかあります？あまりこうエキサイトするようなあれはなかったな。あ、やっぱりレスリングやったからアマチュア見たけどね。金メダル取られましたもんね。うん、選手もこんな大変な中でな、少なからずダメだっていう、うん、そういう人たちもいただろう。選手はその中でな、一回延期して、はい、まあ、まあ許してあげてくださいっていう、俺が言うのもおかしいけど、ここまでかけてやってきたっていう。なんかもうちょっと陸上期待したんだけどな。あ、うん、柔道もやっぱり強いですね。あ、メダルいっぱい。でもメダルすごい取ったよね。いや、もうすごい取りましたよ。バスケも面白かったですね。コロナも変化していってるから、うん、それに負けないように俺も変化していかないと。そうですね、変わる時ですね。お前は本当にそうですね、そうですねって。お前いや気持ちいい、うん、まさ か, こ, かこうやってみんな俺がここで孫のプールに使ってこんなことしてるって誰も想像しないだろうな。安心しますね、この光景。なんか、うん、入ってみるか。そこに、そこに。本当だ、気持ちいい。オリンピックか、終わったな。今からパラリンピックか。そうです。でも良かったですね、無事に終わって。でも結構コロナ、オリンピックやったからっていうことでもないだろうけど、結構バーンってきたな。うん、一気に増えましたね。テレビ見ると感染の先生たちがいろんなこと言うから、もう俺じゃ俺の頭なんか理解できなくなって。でも日頃から気をつけるしかないですからね。あっち、あっち行こうと思ったら、いやこっちです、こっち行こうと思ったらこっちですとかさ、一体どうすればいい。うん、詰まるところはここよ。俺が一番安心できるところは。悩んだ結果そこに行き着いたってことですね。本当気持ちいい。ユーシンは寝てんの？今お昼寝中です。ああ、そうだよな、はい、今日午前中遊びまくった。山本君、はい、あの髪の毛の本は売れてんの？いやー、そんな売れねえだろ。そんなには売れてないと思いますよ。お察しの通り。帰りなさい。さすがですね、僕気づかなかったです。こうやって俺のためにこの暑い中お前買い物に行って、
見習わなきゃですね。オリンピック何の競技が面白かった？僕女子バスケットボール面白かったです。ああ、そうなんだ。銀メダル？銀メダルです。いや、面白かったですよ。やっぱりあれだよ、真面目な話、アンドル言い切ったろうな。フランス代表で。しかもお前ジャンプしても届かねえんだからお前。そうですよね。こうあったらお前なんと3メーター以上。ここにボールをポンと投げれ。アンドさん手も長いんですか？すべてより。アンドレさんってフランスの方なんですか？今頃に知ったんだよ。僕普段あれだけお前アンドレの話しちゃってる。アメリカの方かなと思ってました。アンドレファミリーでバスケットチームって言ったらダメだろ。国じゃないですもん。アンドレとしてお姉さん持ってってくるんだ。ボン声低すぎませんか？ボン声も低いんですか？走んなくていいんだよ。家族で出てる。そこに立ってくれ。ボンパスボンパスボンパスボン。やる気なくしますね。すべて3点シュート。お母さんとお父さんも大きいんですか？みんな大きいんだよ。2メーターぐらいの選手がジャンプしてお前ダンクシュートやろうと思ってボン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 。そういうスポーツじゃないボン。余裕ですね。 100m 何秒ぐらいですかね？どれが走るかな。5秒9秒難しいだろうけど。もうボルト超えましたね。6秒か。しかも普通の歩行のようぐらいですよね。笑い止まんないでしょうね。百何十キロのボエトここへボンボンボン。すべて金メダルアンドル。50メーターぐらいある人ですよ。水泳なんてアンドル飛び込んだのお前浮いた時にはもう自由形ここについてるよ。まあそれはオーバーだけど、おいでもそれぐらいだ。ボーン飛び込んだら浮いた時にあのクジラがブーッ、もうゴール手ついてる。ああ起き上がったついてるぐらい。お前笑って聞いてる。それぐらいすごいんだよ。飛び込んだ時はこの周りの解説者とかみんなお前プールの水でブワーッ吹き飛ばされるぞ。会場自体が。ああ本当に会ってみたかったな。第4コーナーアンドレザージャイアンオーオースタートピッとオードーンと言ってもう一回浮いてきた時にはもう手がついてる。アンドレさんのお姉さんとかもお会いされたことあるんですか？写真を見たことない。家族写真を見たことない。見たことない。あの草原でな、ノーフでこう。お姉さんアンドルより大きいからな。アンドルがだいたいこの肩をちょっと超えたぐらい。お母さんはお姉さんよりちょっと大きい。あ、お父さんはそれよりもっと大きいんですか？大きい。アンドルが生まれた時のあの赤ん坊泣くじゃないか。生まれた瞬間、はい、裏山がこうバー崩れかかったって声のさ地鳴りが。こう地鳴り横に流れてる側から魚が騒ぎ立つって恐竜じゃない浮いたって言う。牛や馬が柵を越えて逃げたって。コウモトくんいるだろ。はい、コウモトくんが言ったよ。今でもたまに LINE が来るって。アンドレは僕の神ですって。彼が一番よく分かってる。コウモトくんなんかアンドレに合わせてあげたかったけど、もしいたらつまみと間違えられて食べられる。コロコロコロ種みたいに転がされて自家庭元気かな。また一緒に仕事したいよね。もう喜ぶ喜ぶ顔見てくる。